はい、どうも。ですね、薄い本の知識をですね、あ、違うわ、薄い本っていうのがなんかですね、同人誌かなんかでエッチな本のことを薄い本っていうらしいんですけど、薄い本のですね、そういう人はですね、これが男性で、これが女性で、みたいな感じの妄想をですね、擬人化して遊ぶみたいなの。例え話をしますよ。消しゴムが女性で、鉛筆が男性で、いや、もう、鉛筆と消しゴム見るだけでもうエロすぎてもう困っちゃうよみたいな感じの人が世の中にはいるんですけど、それのですね、巨大版がですね、発見されたということで、いや、そこまで考えるっていうお話をしてみたいと思いますね。朝鮮半島がですね、男性器らしいんですね。朝鮮半島が男性器。まあ、そうですね。で、日本列島が女性器に見えるらしいんですね。で、ワールドワイドだなって感じでね。まあ、その横なんですけど、ねえ、まあその文鮮明さんって方がそれを考えたらしいんですけど、ねえ、そこまでそのこうエッチなことを想像するにしてもですね、そこまで考えますかっていうことでね、あの日本の薄い本マニアのオタクの方たちもですね、いや、そこまででかいやつはちょっと考えたことなかったっていうようなとこなんじゃないかなと思うんですけど、なのでね、文鮮明さんはですね、お前ら男、お茶は、オタクどもより、はるかにすごい妄想力を持った、すごい人なんだぞってことで、文鮮明は、オタク中のオタク？あれ？コミケ主催してるのも統一教会なのか？みたいな、お話をしてみました。はい、ねえ、朝鮮半島が男性器で日本列島が女性器なんて、まあそのね、見えなくもないみたいな感じのとこはあるかもしれないし、その逆で考えてもいいし、その別に、なんだっけ、カラフトが男性器って考えてもいいし、なんだったらインドが男性器って考えてもいいし、みたいなね、アフリカ大陸が女性器って考えてもいいみたいな考え方があろうかと思うんですけど、まあ文鮮明さんは、朝鮮半島が男性器で日本列島が女性器であると断定しましたのでね、オタクの皆さんもね、このぐらいの妄想力を持つぐらいのでかい人になりなさいということで、はい、今回は以上です。